極めアニメ度、信じるのは己の腕のみ、アニメ仕事人。やりたいことは全てやった。こんなにも自分が出るものはないよね。監督のやりたいこと全てが込められた異色の美少女アニメは多大な評価を得た。自分の趣味みたいなものが表に出て、それに対してああよかったねって言ってくれるっていうのは僕にとって最高に快感なのね。ローゼンメイデン成功の鍵は監督の演出力にあると言われている。松尾光、数々の賞を受賞した映画千年女優で注目され、後にローゼンメイデンで初監督を務め一躍有名に。今までのアニメの概念を覆す独自の演出技法がアニメ界に新たな風を吹き込んでいる。そんな仕事人がまた今までにない感覚のアニメーションを生み出した。その名もレッドガーデン。ニューヨークを舞台に4人の女子高生がモンスターとの戦いを繰り広げるこの作品、魂を破壊する感動と衝撃のミステリーと称されたレッドガーデンは、映像、音、物語全てにおいて斬新で見る者を驚かせた。あいつを殺すのよ。松尾光の斬新な映像表現はどのように生まれているのか。かっこいいとか、その奇抜だとかっていうのってのは人を引くにはすごくその有効な手段だと思うし、手っ取り早いとも思うんだけれども、それだけでやったものってのは記憶に残ってないんだよね。だから自分で作るときにそれは気をつけようと思ってる。奇抜な映像を追求しているわけではない。仕事人は映像表現のヒントを意外なところから得ていた。自分の中でそのシナリオを勉強する、その演出を勉強する、カメラワークを勉強するって言った時に、アニメをお手本にするのはやめようと思った。好きになった映画を何十回と見た、それと何十回も見て、どうして俺がこの映画好きなんだろうっていうのを解析した。アニメーションって記号の集大成でしょ。キャラクターを作るときにより分かりやすく明快にするためにこういうキャラクター分けをしますっていうものがあって、でそれは結構重要なことなんだけれど、このやり方ってアニメーション独特のもので、一般の人にとってはクエスチョンマークでしかないものってたくさんあるんですよね。見てる人に対して引っかかりを持たせるためには身近に感じるものが必要なんですよね。その瞬間にキャラクターとの距離感っていうのがぐっと縮まって、そのキャラクターに親近感を持ってもらえるんじゃないかと。はぁ、レイチェルにそんな気ないんだから。そうそう、みんなで行こうぜって言ってるだけじゃん。どうしたのレイチェル。嘘、何これ。え、何、どうしたの。変なかけ方。好きな映画を何度も見て発見したこと、それはキャラクターと自分との距離感が近いほど共感できるといった至極シンプルなものだった。しかし自分にはまだ何かが足りないと感じていた。編集の段階でセリフの間とか、ああしてこうしてって言ってるの僕なんだよね。で、各キャラクターによって分けてるつもりなんだけども、どうもやっぱり僕のカラーが全編にわたってあって、それがとにかく嫌だった。名作ローゼンメイデンでも感じていたジレンマ、それはアフレコ収録における自分の能力の限界だった。ローゼンメイデンでその使ってた役者の舞台を見に行ったんですよね。そしたら見たことないような演技をされたわけですよ。それはね、僕にとってはすごく腹立たしいことでね、好き勝手なまでその喋ることのいいことと悪いことを見せてもらったなと思った。役者の持ってるその快感でもって間をたっぷり持たせすぎてるところと、でも非常に小気味よく喋ってるところとあって、
このいい部分って自分の作品にフィードバックされてないなと、あこういう子いるなとか、あこういう失敗ってよくするんだよなっていうような要素をたくさん入れてあげるためには、役者に対してもう少しそのあまりにもシステマチックな喋り方じゃなくて、もう少し呼吸感みたいなものをいただければ。そして仕事人は先に録音した声優の声に合わせて動画を作るという日本ではまだ珍しいプレスコ方式をレッドガーデンに導入することを決意。物語をより身近に感じさせるために手間のかかる方法を取り入れ作品作りに挑んだ。どうしてここに？あなたには関係ないでしょ。何かに呼ばれたんじゃ。やっぱりそうなの？あなたも。え？なんか蝶が。あなたは見えたのね。サムやアマンダたちには見えてなかった。あの蝶は。私も。誰？ローズ？なんか気がついたらこんなところに来てて。しかし人との共感という思いがなぜ新しい映像表現につながるのか。慣れでやってしまってることほどダメなことはないんですよ。要するにそれまで持ってた自分の考え方アイデンティティみたいなものはあんまり役に立たないよって思わせるために、そういうことを思わせないと次に進めないよっていう風にするためには一回何かぶち壊してやるっていうことです。今までの固定観念に疑問を呈し続けることで新しい発想が生まれる。仕事人はこれからも自分に鞭を打ちながら新たな映像表現を生み出していくのであろう。